こんにちは、ライムです。ということで今回は珍しい動画だけど英傑杯で無敵のアイドル使ってみた。はい、ってことなんですね。昨日、たまたま英傑杯の生放送ね、前半戦お送りしました。で、今晩も後半戦お送りしようかなと思ってるんですが、それとは別にこれ関係ない企画で、もともとね、静香さんが出たタイミングでちょっと使ってみた動画やろうかなと思ってたんだけど、ちょっとやってる暇なくて、だいぶ遅いだいぶ遅くなったんだけど、今更ちょっと使ってみようかなと思ってます。で、静香さんのね、スキル2が発表される前まではすごく英傑杯とかでもね、使えそうな、単品に入れても良さそうだなとは思ってたんだけど、実際のところこの静香さんがスキル2の性能判明して内容を見ると思ったほどではなかったですよね。性能評価動画でも言いましたが、ちょっと弱点特攻っていうのがね、英傑杯で使うには使いにくすぎるバフなので、これあくまでやっぱ自分がね、弱点取れる、ね、属性じゃないと意味がないの で、英傑杯ってさ、それは全属性の敵が出てくるので、常にね、自分が弱点取れるね、敵と戦えるわけじゃないから、そういった意味で言うと汎用性がちょっと狭いんですよ。で、じゃあこの HP 回復の部分どうなのっていうと、これまた微妙で、35% 回復なんですけど、スキルコスト25なんですよね。で、他にもっと低コストで回復できるキャラがいるので、で、それ考えると結構微妙。例えば、以前ね、スキル統合されたこちらのしずさんなんかは、コスト15で 45% 回復できるから、もう全然ね、性能が違うわけです。っていうところで、回復キャラとしてもちょっと微妙だし、弱点特攻っていうバフで見ても微妙っていうところで、思ったほどではないかなっていうのがね、英傑杯での静香さんなんですよね、結局。だけど、じゃあこの無敵のアイドル全体で見たらどうなのかと、決してそうではないはずだというとこなんです。で、無敵のアイドルとしてその全体での評価、結論で言うと、使ってみると確かに負けないっていう意味で言えばね、無敵、確かに負けない。ただ、皆さん使ってみた動画見てくれた方とかね、あと実際皆さん使ってみて分かることかなと思うんだけど、やっぱこれどうしてもチャージ型になっているので、火力自体はない、火力ないし、超過ダメージ、これも性能評価動画で言ったかな、超過ダメージ出すには向いてないので、やっぱランキング戦とかだとスコアはそんなに上がんないしっていうとこだね。なので、こちらのパーティーに関しては、もう、とりあえず全勝したい。負けたくないと。全部勝ちたいっていう人向けのパーティー。で、特にランキング戦なんかで言うとですね、39勝と40勝では全然スコアが変わってくるし、逆に言うと、とりあえず40勝さえしとけば、そこそこの順位には間違いなく入れるんだよね。スコアとか一切考えなくても、とりあえず40勝しとけばっていうところがあったりするから、そういった意味では需要あるのかもしれないなと思って、全員が全員、もちろんのことをランキングトップ100とかね、トップ10とか目指してるわけではないので、やっぱ皆さんのね、手持ちとかプレイスタイルとかそういったものもありますので、どちらかというと、中堅、初心者から中堅ぐらいの方が使う、パーティー。とりあえず勝てばいいかなみたいな。英傑杯そこまでガチでもないし、でもそこそこの報酬はもらいたいしみたいな。そこら辺の層に対応してるキャラ。あと新規勢の方も一応、英傑杯入門的な感じで使っていけんのかなっていうところもあるかなと思います。ということで、とりあえず使っていこうかなと思うんだけど、ちなみにパーティーは結構適当なので、絶対、ライムがやってたから、これで行くとかっていうのは、違うっていうか、おすすめしませんので、あくまでね、とりあえず組んでみた
で、やっぱアイドル生かすのであれば、無敵状態を生かすのであれば、この可憐なる輝き勢力が最低3人いないと意味がないので、もう今回のコンセプトはとりあえず3人可憐なる輝き入れて、あと2人はまあ適当っていう感じなんだけど、そう。なので、で、あと今回のね、舞台効果、シーズン13の舞台効果も噛み合ってないんだよね。これ、過去のマスオコの家増加量50パップと、過去に1回発動した時、会心耐性100%アップなんだけど、まあ、噛み合ってないよね。だから技能変換だから。このリムルさんが。能力を開で、始さしらまにす。ギドーのマスオコンにバフがかかるタイプだからさ、多分ね、シーズン14、次回の英傑杯がおそらく技能に舞台効果がかかるやつだと思うので、多分本番は来月だと思う。来月っていうか今月か。もう今ランキング戦やってるから今月か。そう、次回から本番なので、まあ、次回の舞台効果どうなるかなね。そうなったらまた評価上がるかもしれないし、まあ、いずれにしても結構英傑杯って舞台効果に左右されたりってことがあるから、まあなんとも言えないね。今回がちょっと微妙でも、次回はものすごく使えるようになるかもしれないし、ってところですかね。まあ、とりあえずやってみようか。とりあえずやってみよう。で、挑むのが、まあ、一応 EP 一番高いところでやってみるか試しに。50万のところ。これやってみましょう。さあ、果たしてどうなのか。負けないっていう意味ではいいと思うんだよな。なんか普通にこういう撮影の動画で英傑杯やってんのめっちゃ珍しいな、マジで。超久しぶりな気がする。これあれだね。仮面の勇者、地属性に対して仮面の勇者狙われてるのめちゃめちゃ良くない状況だね。いきなり良くない状況ですけどね。いきなり良くねえな、この状況。いきなり良くない状況なので、とりあえず変えますが。今、静香さん、ちょうど食らってるね。ちょうど食らってます。で、技能3、ギーロスかな。カゴさんでいいか。カゴさんして、カゴさんして、で、ここで無敵技使います。無敵技使って、この無敵技のいいところは、使ってみて思ったのは、例えば裏に仮面の勇者がいたりとかしても、そのターンは完全無敵で対応できるから、もうどんなに2ターン連続で、例えば加護、まあ技能でも加護でも6コンボされたとて、びくともしないっていうところ。だからこの裏に何が控えていようとも、結構安心できる。あ、ミリタエ。ミリタエしてやがるし。今ね、
今言おうと思ったやつ、今言おうと思った事柄が起きてしまった。カゴ封印されちった。ただしみんな覚えてるよね。そう、静香さんには HP 回復があるんだよね。おお、生きたね。これでこのターンを確実に静香さん生き残る。なんかいいね。なんか封印されてもちゃんと生きてるよっていう。いいね、いいと思う。で、ここでシュナ一旦下げて、バフして、で仮面下げて光仮面出して、あとは HP ミリ残しマン。うわー、耐えてるし。やっぱ火力ねえよな。火力ねえわ。ほら、HP 回復したおかげで耐えてるよ。で、ここでさらにライブモード、またライブモードできます。別に使う必要ないけど、使う意味はないけど。って感じ?もう一回やるか。もう一回ぐらいやるか。うん、まあ、負けはしないと思う。負けはしないっす。まあ、新規勢の方にはおすすめ度は、それなりにあるかな。やっぱ今回のレギュレーションとあんま噛み合ってないのがね、もう一発やってみよう。今度はトアの人だね。勇者として立派に。さっきと変わってなくね？ミリムが違うだけ？さっきと同じよな。ちょっとね、これ空仮面狙うのはやめてほしいな。シュナあたり狙ってほしい。オッケー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 。何気に静香さん魔質変化系封印だから、2ターン目もカゴスキル使われることはないんだよね。さあ何が出てくる。うわー、リムルさんかよ。うわ、謎のマソコン5コンボが可能になる。謎の魔装痕5コンボ、まあ、こういうこともあるわね。こういうこともあるわね。どーんと任せてください。これライブモードが、技能の魔装痕のライブモードだからな。とりあえずこれ使っとくか。 HP 回復しつつ弱点特攻アップだから。あ、今失敗したなって思ったのは、失敗したなって思ったのが、弱点特攻バフを仮面の勇者出したまま使っちゃったなっていうところだね。これは失敗したなと思いました。良い子のみんなはこういう使い方をしないようにしましょう。やっぱ動画撮りながらやると多少の緊張はやっぱあるからね。緊張感が違う。
帰ってる。またミリ隊かよ。はい、これで今シュナの HP かなり低いよね。かなり低めです。次例えば、まあ、3コンボなり4コンボなり食らったら多分シュナ死んじゃうと思うんだけど、ここで生きてくるのがこの無敵状態ね。この状態なら何を食らっても負けねえ。そう、無敵解除手段が存在してないから現状で。でこうやってほら仮面の勇者今出てきた。あ、これ倒しちゃうの。倒さなくていい。今倒さなくていい。ああ、倒しちゃうか。むしろ運命崩落使ってほしかった。ああ、どれだけ無敵かやりたかったのに。あ、いいねいいね。トア使ってきた。いいね。これで6コンボされるじゃん。6コンボされてもほらほら、本来だったらこれ 100% 死んでるよ。いいね。いいね。めちゃくちゃ耐えてる。いいね。これをねやりたかったんです。いいね、強い強いわ。これ弱点特攻バフ無限加算か。弱点特攻バフ無限加算。まあ、ここまでしなくても多分倒せると思うけど。ってことだね。どうどう、今の結構絶対絶命だったよね。普通の無敵状態がないパーティーだったら。今トアの奥義6コンボ食らって、その後ギーとね、まあ、確実にシュナ倒れてて、後ろのキャラまでもう多分半分ぐらい HP 削られて、でなおかつ次のターンギーとねミューランに奥義溜まってたから、そここのターンで倒せなきゃやばいやばいみたいな状況でしたけど、いや無敵のおかげだわ。ということで、ねこういった局面においてもとりあえず負ける要素をなくせるっていうところが非常に大きいんじゃないかなと思う。はい、そんな感じです、まあ、ちょっとピンときた人はねぜひ引いてみてください。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。